ここに霊峰へと続く道があるのですか？ああ、祭殿の方へ向かって見たか。そこね、畳みかけましょう。警告、エネルギー残量も安全は確保された。エレナのポッドの奥から外に出られる。なるほど、霊峰ね。こんな祈りの場が作られる山だ。ラーカスからエダリに上がってくるときとはわけが違うぞ。かつてオーシリアスの人々が越えた道です。我々にできないはずはありません。ミダスさんは病み上がりですし、アベラルドさんも体調を崩したと伺っています。無理は禁物ですよ。あの、ここで旅の無事を祈っていきませんか？早く山を越えなきゃならんのじゃないのか？よければ祈らせていただけませんか？何？祈りの場を私のポットが壊してしまいましたから。古の山の神がおられるのならお詫びもしなければなりませんね、レイ。好きにしろ。今日大丈夫だよ。滑落したらひとたまりもありません。足を滑らせないよう準備してみましょう。構成判断、活動停止。警告、エネルギー残量不足。撃破、治療しますか。構成判断、活動停止。エネルギー残量不足。敵さすがの強さ。構成反応、活動停止。出力、適用力、低。そこね。立ち止まるわけにはいかないの。構成判断、活動停止。警告、エネルギー残量不足。おとなしくしていなさい。大丈夫なさい。せいや、そこ先を進みましょう。戦闘準備。今よ、気をつけて。やったわ。出力、
残業部族。活動停止。そろそろ野営にしましょうか。警戒を厳守。警告。エネルギー残量不足。警告。エネルギー残量不足。出力低下。警告。エネルギー残量不足。お別れです。アサヒ。東京橋のタワーが上がっている。ブラインドサイドせよ。素敵な品ですね。彼女は眠るのか？それがどうかしたのですか？お前には分からんだろうな、彼女の異様さが。レイやエレナさんに関してはもう驚くのを諦めているので。お前も損傷したエレナを見ただろう。あれを人間だと思うか？私たちがあの角の男の種族を知らなかったように、エレナさんもああいった種族の人なのかと。なるほど。実際のところどうなんだ？エレナはアンドロイドっていう高度に人間を模した機械仕掛けの人形だ。信じられません。だってどう見ても。レティシア、エダリで俺が作った草刈りのための人形を見たか？はい。あれが自主的に神に祈ると思うか？それは麓の祠で、エレナはレティシアの不安を表情だけで読み取り、レイモンドに祈りを促し、俺たち全員の雰囲気を誘導した。人間だってできない奴にはできない。レイモンド、彼女は何か特別な人形なのか？俺にとってということなら特別だ。アンドロイドがあいつ以外いないのかってことなら、俺の故郷にはゴロゴロいる。信じられんが、決めたぞレイモンド。ん？エレナの修理を手伝った例の話をしていなかったな。お前が故郷に帰るときに俺を連れて行け。それはちょっと俺一人じゃ判断できないが、まあ善処する。約束だぞ。分かったって。きちんと相談するから。レイの故郷。レティシア？なんでもないです。よし、そうと決まれば面倒なことはさっさと終わらせないとな。アベラルドもいい加減覚悟を決めてほしいもんだ。そうですね。素敵な品ですね。とっと。山頂を越えたってことは半分まで来たってことなのかな。大体そうだ。このまま南に下っていくぞ。これでどうですか？
相手になります。出力近づいて逃げられず、そこで発動で、敵がいるの、敵ハリーしないでくださいね。行きます。混戦反応、活動停止。素敵な品ですね。前方に混戦反応を検知。警告、エネルギー残壁、出力停止、構成反応、活動停止。油断できない、立ち止まるわけにはいかないの。素敵な品ですね。もう少しで霊峰を下りきるはずだ。警告、エネルギー残量不足、生存率低下。警告、エネルギー残量不足、近づきに見られそう。おとなしくしている。出力低下。警告、エネルギー残量不足、出力停止。危険な攻撃が発を確認。ブラインドサイドせよ。残量不足、アクセラル出力低下。警告、エネルギー残量。先に進みましょう。品ですね。品ですね。
そろそろ雪が目立たなくなってきましたね。少しは寒くなくなるといいんだけど。とは前方に光線反応を受け、ここはもうすぐですね。南方へ向かいましょう。昔の人は王国の東部と西部を行き来するのに、いつもこの霊峰を越えていたなんて信じられないわ。警戒態勢を。品ですね。海だ。
港町はもうすぐってことかな。ああ、海沿いを東へ進めばことに着くはずだ。街が見えてきましたね。あれが琴の港町ですか？そうです。王国海軍の軍港もある。やっとゆっくり休めますね。警告、エネルギー残量不足。発動停止、出力停止。構成発戦闘継続可能。警告、エネルギー残量不足。出力停止。構成反応、活動停止。警告、エネルギー。やったわ。安全は確保された。近づいてきますよ。古都中流の騎士団ですね。姫、少し後ろへ。止まれ。何者だ。どのような理由で山を越えてきた。我々は王国西部から王都へ戻る旅の途中だ。今古都は町全体が閉鎖されていて入ることはできない。来た道を戻るのだな。はあ、また山道に戻れってバカじゃないの。黙れ。我々の指示に従わん者は捕獲することになる。痛い目に遭いたくなければ早々に失せよ。この国の騎士はみんなこんなもんだ。人の話なんか聞きやしない。何か言ったか。聞こえなかったか。お前らごときにやられる奴なんかこの中にはいねえって言ったんだ。ミダス様。貴様、その言葉後悔するなよ。何言ってるんですか。なんだ。くそ。貴様ら。おい、仲間呼んでるぞ。私か姫の身分を明かすしかないか。待って、アベラルド。あの鎧は。よう、思わぬ顔が現れたもんだな。テオ将軍。よう、アベラルド・ベルグホルム。まさかガルカルム層を歩いて越えたのか。ベルグホルム、王とこの駅士の。そういうことだ。だから無礼してんのはお前らの方。申し訳ございません。構わない。こちらも連れがキレンらに無礼な口を聞いた。ふん、この国の騎士にはふさわしい振る舞いだと思ったかな。相変わらずですね、ミダス様。それだけにあなたがこの場にいるのは俺にはちょっとした驚きです。ふん。ま、とにかくついてこい。古都の港町を封鎖してるのは本当なのか。大きな声じゃ言えないが、ヘルガー配下病が流行していてな。
なぜことで配下病が。その病気をばらまいたってやつを琴の騎士団総出で追っていまして。病気をばらまく。ええ、病気が流行り始めた頃からあちこちで奇妙な服を着た若い女の目撃情報がありましてね。それを追っているんです。お連れさんもなかなか。とりあえず俺の執務室まで来てもらおう。さて、そっちの二人、まずは自己紹介してもらおうか。ずいぶん上から来るな。俺たちが奇妙な風体の女を追っていることは話しただろう。お前はその女について知っていそうだった。知ってたらどうだと言うんだ。厳しく取り調べることになる。まさかとは思うが、一緒に旅してるそのお方がどこのどなたなのか心得ていないわけではあるまい。そこまでよ、テオニー。テオニー、このお二人に対する無礼はテオニーといえども許さないわ。ということらしいが、アビー。アビー、この二人がいなければ我々はここまでたどり着けていない。あとその名で呼ぶな、もう子供じゃないんだ。へえ、アビーにそこまで言わせるか。まあそうでなけりゃミダス様がレティと一緒に来てくれるわけないからな。それにそっちの女の子はフィルベルト様の娘さんだな。私のこと知ってるんですか。お父上の葬儀の際、国王陛下の護衛兵としてリベルまで同行した。あなたは結局何者なんですか。レティシア様にお兄さんがいるなんて話は聞いたことがありません。俺はテオ・クレムラート、王帝ロンベルト・クレムラート公爵の息子で、レティとはいとこ同士なんだ。ロンベルト、海軍騎士長のテオ将軍。失礼しました。いいっていいって、レティ・アビーの友達にかしこまられても困っちまう。デッダ、今度こそ名乗ってもらおうが、名前のないやつとは話せないんでね。レイモンド・ローレンスだ。エレナと申します。よし、レイ、エレナ、いろいろ知ってること洗いざらい聞かせてもらうぜ。レティがいなけりゃとても信じられん。あんたたちが追ってる女だが、俺の仲間かもしれないんだ。もちろん病気をばらまいたなんて話はデタラメだ。そう言われてもな、今はバイル帝国との関係が悪化している。国境の城塞都市バルダーから次々に避難民が王都や琴にやってきていて、その中には帝国側の患者も大勢混じっていると予想される。だからこそ怪しい奴がいれば皆不安がるんだ。どんな人物なんだその女は。コトリス山に近いあたりで
その女が目撃されるのと前後して大勢の人間が病気にかかるのは山狩りしたいところだが、あそこは天然の妖怪だからな。なんとか捜索できないの？町の門番の揉め事に全体責任者の俺が出張ったことで察してくれ。それほど人手不足なんだ。なんだ、それなら私たちが小鳥巣山に登れば問題ありませんね。言うと思った。テオニー、聞いて。ニーナさんとエレナさんはヘルガー配下病の治療法を発見したの。なんだって？そのために必要な薬草が小鳥巣山にあるんです。テオ様、私たちに小鳥巣山の探索を許可していただけませんか？お願い、テオニー。わかった、レティがそこまで言うんば信頼するぜ。その代わり、あんたたちが探してるって仲間のことはこっちで捜索しよう。何か特徴のわかるものはあるか？こんな風体をしてる。名はクロエ・キャナリス。こいつはすげえ怖がりなんだ。指名手配みたいなことはしてくれるなよ。そっちもこのことが戒厳令下なことを忘れるな。町の人をあまり怯えさせるなよ。